まあこれ、最初から私言ってますけど、ウクライナが反抗してる軸って、まあ主に3つの軸、大きく分けてね、3つの軸あるんですけど、1個でも抜かれたら終わりなんですよ。それぞれの軸がですね、2つぐらいにこう分かれて今攻撃してますので、細かく言うと6本ぐらいの軸があって、で、そのうち1個でも抜かれちゃうと、ロシア軍は終わりなんです。なんでかっていうと、ロシア軍のですね、今ね、防衛ラインっていうのは、まあなんて言うんでしょうね、サッカーで言うとディフェンスラインみたいな感じで、ガン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 上に上がってきちゃってるんですよ。これなんでかというと、ロシア軍がですね、まあ無謀な攻撃を、まあ割としてまして、防御なんですよ。防御なのに無謀な攻撃してて、で、いわゆるキルレシオというですね、戦車1両で、なんで相手をやっつけるかっていうんですけど、これ通常ね、防御側1に対して攻撃側最低3ぐらいやっつけるっていうのが、このキルレシオなんですよ。で、場合によっては5ですよ。で、ウクライナが、バフムト。バフムトで、ウクライナが主勢に回ってた時は、ウクライナのね、まあその戦車1に対して、ロシアの戦車8ぐらいやられてたわけね。1対8とか、まあ1対9とかぐらいに、もうロシア軍ボッコボコにやられてたんですよ。それでまあ10万人も戦車を出したわけですけど、じゃあロシア軍の防御陣地はどうかっていうと、ほぼ1対1みたいなんですよね。これちょっとプロからもらった、私をね、いつも監修してくれてるね、専門家ね。専門家の方からまあもらった情報なんで、まあちょっとまあ未確認なんですけど、一応ジオロケーションでですね、ここ最近破壊された戦車ってこう衛星写真で数えられるらしいのね。このまあ南の方の、まあ、どことはちょっと言わない方がいいんで、ある軸でですね、撃破された戦車の数ね、ウクライナの戦車かロシアの戦車かってわかりますから数えたんです。数えた結果ですね、もうほぼ1対1だったということなんですよ。これ1対1だった場合ね、ウクライナって同じ犠牲出てるじゃないかって言うでしょ。これ違うんです。ロシアの戦車は被弾したらびっくり箱で中の人全部お亡くなりになってしまうわけです。ウクライナの戦車は西側の戦車でしょ。被弾して動けなくなっても中の方はご無事なんですよ。なんとか脱出してですね、場合によってはね、やられた箇所によっては修理してその兵器ももう一回使えちゃったりとかするわけ。だからこの反攻作戦始まった当初ね、ウクライナ軍のまあそのブラッドレーとか、それからレオパルト2ね、あれはちょっとやられたんですけれども、結構回収して直してね、また戦線出てると。しかもその被弾したまあそのね、装甲車両に乗ってた兵士は亡くなった方が一人もいなかったみたいな情報が出てるでしょ。でこれでまた差がついちゃうわけですよ。撃破数のレシオで1対1でも、中の人員のレシオだと多分もう本当にまた1対8とか1対10とかっていう感じというふうになっちゃうんです。で、西側の軍隊の場合ってね、負傷者と、それからお亡くなりになる方の割合って、17対1とかね、20対1とかそれぐらいなんですよ。だから20人ぐらい負傷してもですね、亡くなる方は1人ぐらいしかいない。それはだから、後方の医療設備とかさ、ね、そういうまあ緊急搬送体制とかそういうのも全部やるんでね。ロシア軍は人命軽視なんで、3人ぐらい怪我すると、1人お亡くなりになってしまうみたいな、レシオなんですよ。これずーっと ISW とかも言ってるんですけど、こういう形でですね、非対照的なね、非対照的な戦略ですよね。まあ作戦というか、戦術というかね。要はロシア軍の犠牲っていうのは、こう戦ったら、戦車の台数同じ台数やられるけど、人的損失は圧倒的にロシア軍の方がでかいと。で、その、損失をもっと大きくするように、ウクライナ軍何やってるかというと、これまでのですね、フェーズ1の阻止作戦で、後方にあるね、ロシア軍の後方にある、もう弾薬庫爆破しまくってたわけ。物流の拠点になるような、そういういろんな駅とかさ、鉄道の結節線とかもバンバン攻撃して、クリミアでほら電車が一日運行できなかったりとかしたことあるでしょ。で、ああいうのをバンバンやって、弾薬ない、守れない、戦車自体も旧式、兵隊も、もうみんなやられちゃうから、新兵ばっかりで、もう右往の州で弱い、みたいなので、もうどんどんそのレシオを上げていくと。まあそういうやり方をしているのが今のウクライナ軍なんですよね。なので、まあこの作戦はまあうまく機能してるんじゃないかなと思います。それからね、開戦当初っていうかその反攻作戦始まった当初ね、ロシア軍がこの、まあ第一防衛ラインで守ってて、後ろにこう、ゴズメの予備がいると。で、これがやられたらね、ガーッと引いてこれが出てきて叩くんだみたいな、マニューバー防御ってやつなんですけど、これがうまくいってるとかって抜かしてたやついたんですが、これも専門家に聞いたんですけど、うまくいってるのが最初だけだそうです。今全くうまくいってなくて、なんでかというと、ウクライナがね、情勢判断を変えて、戦略変えてきたんですよ。機構戦力による強引な突破っていうのはやめて、歩兵による浸透。最初ね、なんかね、ウクライナ軍ってね、これ渡辺さんのまあ論説にも書いたんですけど、機械でね、地雷を全部除去したら、もういけると思って行っちゃったらしいんですよ。そしたら、機械には引っかかんない地雷が結構いっぱいあって、で、それがバーンってなってスタックしてるところを砲撃食らったりとか、ヘリ出てきたりとか、まああって、やっぱ手でやんなきゃダメだな、ということで、まあまずは歩兵をね、小グループに分けて、夜ですよ。ロシア軍暗視スコープないんでね、夜、まあ入り込んで、浸透して、で、地雷バンバン除去して、おし、いけるぞってところを、こう、出ていくと。
ある程度こう作ったキルゾーンにですね、逆にロシア軍誘い込むみたいな感じでやってたんですね。だから戦うためにロシア軍消耗するでしょ。防衛ライン薄くなるから、お前ちょっと来いっつって後ろからガン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 ね、ディフェンスラインこう上げてきたら、はってみたら第二防衛ライン以降にもう戦力ないらしいんです、予備が。だから一発でももう抜かれると、後ろスカスカだよということで、まあこれ、見物なんじゃないですか ?9 月にかけてね。どうなるかね。一部の部隊はですね、南側のあの、竜の歯って言われてるね、コンクリートブロックで戦車を阻止する、ラインまでですね、まあ到達したと、いうふうに言われてます。まあただ竜の歯もですね、まあ実際私動画とかでも見ましたけど、あれ、どけんの、そんなに難しくもないと思うんですよね。で、まあ戦車通れるだけ開いちゃったら、まあ何箇所か開いちゃったら、どっから来るかわかんねえぞって感じで、行かれちゃうんで、ちょっとね、どうかね。まあ、この後でもまだね、ロシア軍のその、まあ、厚いところ、薄いところあるので、この辺も見ながらね、ウクライナはおそらく、緻密なですね、突破を仕掛けてくると思うんですが、まあ、その突破の前提条件が、まあ、ようやく整ったと。渡辺さん曰くですね、フェーズ2は本格反攻だと、いうことで、まあ、これが始まってると。残念ながら、その、まあ、ロシア軍にとっては残念ですけどね、あの、東からのね、クピアンスクのあの、まあ、無謀な突撃はですね、2日で、息切れと、いうことですので、まあ、これから1週間ぐらいね、お盆ぐらいまでいろんなもんが見られるんじゃないかなと。場合によってはですね、9月にはクリミアが包囲されるんじゃないかな、みたいなね。そんな可能性まで出てきたなと。まあ、アゾフ海にとにかく脱出したらですね、もうそこで、アゾフ海にどのルートでもいいんで、ウクライナ軍が脱出したら、そっから西側にいるロシア軍全部終わりなんで、これだけはもう最初から決まってることなんで言っときます。明日渡辺さんにより詳しく解説していただきますので、ぜひお楽しみにということで、よろしく、ぜひ見てくださいね、明日もね。はい、ということで今日の内容面白いなと思った人は、ぜひね、高評価のボタンとチャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら、Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。ガオー。